はいどうも皆さんこんばんは、マシマです。いやーお久しぶりです。なんかね、久しぶりすぎてね、全然なんか自分のテンション覚えてないっすね。どんな感じだったっけな。どんな感じだったっけ、全然覚えてないんですけど、声聞こえてます？大丈夫っすか？あとね、 BGM 的なやつ聞こえてます？なんかその辺がね、ちょい心配。なんか久しぶりすぎて。BGM も聞こえてます？ OK？ 聞こえてる。聞こえてます。音が少しおかしいです。え？嘘？どうおかしいの？どうおかしいんですかね？え？なんでしょう？これかな？ちょっと待ってね。ちょっと音声のチェックします。多分これで合ってるはずなんだけどな。あ、これか。これっぽいな。ちょっと待ってください。これでいいんじゃない？はい。はい。どうすか？どうすか？あれ？これ、こんな感じじゃなかったっけ？こっちかな？はい。どっちでもいいや。音が割れてる気がします。あ、そう。それは申し訳ない。でもちょっと どうしようもないわ。いや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 、ほんと久しぶりでね、なんかね、ちょっとテンションも覚えてないんですけどもね。いやー、とりあえず、ちょっと忙しくてですね、リアルに。忙しくて、ほんとは今日もね、まだ仕事終わってないんですけど、うん、全然仕事終わってないんですけど、まぁ、ちょっとぐらいいいかなと思ってね。はい。あ、そうそう。ハッシュタグマシマライブでつぶやいていただけると嬉しいです。はい。さてね、今日何書こうかなと思ってるんですけども、特にね、決まってなくて、なんかね、まあ、いろいろ落書きしつつ、なんかハロウィンなので、ハロウィン近いので、ハロウィンっぽいレベッカでも書こうかなと思っております。もちろんね、適当に落書きもしていくんで。はい。まずはね、ちょっとレベッカでも書こうかな、ハロウィンのって感じです。いやー、本当はね、なんか作業配信みたいな感じで、仕事のね、仕事やりながらこうやって配信できれば一番いいんですけども、まあさすがにちょっと仕事で使うイラストをね、こう配信に載せるのどうかなーって思っていて、まあなんかね、仕事では使わない絵にしようかなーと思っております。いや、久しぶりだね、それにしても。なんかツイッターのスペースとかだと、毎週毎週ね、なんかしら、配信の真似事みたいなことはやっているんですけども、こうやってね、なんか落書きして、みたいな感じのやつ、久しぶりっすね。ちょっと久しぶりで緊張してます。ちょっと緊張してます。なんでこっち向きにしたかな？あえて難しい方をちょっと選んでしまってね。まあそういうところも緊張の表れなんでしょうか。あ、そっか、コメント拾ったりしてたっけ。
と、ハロウィンなのでパンプキンドリュー。懐かしい名前出ましたね。これ知ってる人いるのかな。レイブのね、敵キャラですね。なんかハロウィンっぽい感じのレベル書きたいなぁってちょっと思って、今ね、書いてる最中です。適当だよね、このパパパパって書いちゃうあたりが ね、 ね、丁寧に書くってことをね、知らないんです。もうちょっと帽子見せたいね。これぐらいにしよう。仕事も終わってないしさ、眠いしさ、なんでこんなことやってんやろって思ってんだけど、なんか久しぶりにね、ちょっとやっとこうと思って、全然ちょっと YouTube の方もね、更新してないんで、YouTube 全然飽きたわけじゃないんですよ。本当に飽きたわけじゃないんだけど、普通に、今忙しくてですね、なかなか動画を作る暇がなくて、人並みにちょっと忙しいなんて言いましたけど、ちょっとね、忙しいんですよね。なんだこのポーズ。なんかもうよくあるポーズだな。まあ、まあ、いっか。もうちょっと思いつかないんで。ハロウィンだし、デビュー作の魔術院無限とか書きませんか？アスパチャありがとうございます。魔術院無限。なんだっけ？デビュー。読み切りのやつか。さすがに覚えてないぞ、造形。多分なんかジェラールとかの元ネタだと思うんだけどさ。なんか顔に模様とか入ってて。ぐらいは覚えてんだけど。あ、これなんかね、股のあたりまで書いて、なんかほうき股がってる風にすればよかったかな。ね。これってただの魔女のコスプレしてるお姉ちゃんやな。よし、こんなもんでいいかな。うん、ペンを走らせる音が気持ちいい。そうですか。 音聞こえてるんですか、このペンの走らせる音。あ、まあクリック音とか聞こえるっていうもんね、マウスとか。あと左手デバイスのカチカチってやつとか。あ、ちょっと大きくした方が見やすいのかな。小さい方が書きやすいんだけどね。大きい方がもしかしたら皆さん見やすいんですかね。僕ね、癖でね、こう画面回転させたり、ちょっと下の方で書いちゃう癖あるんでね、ちょっとその辺申し訳ないです。ちょっとなるべく画面の上の方で書くようにはします。クロッシュを擬人化してください。あ、スパチャありがとう。Thank you. I am Hiro Mashima fan from Brazil. ブラジルから。ありがとうございます。Thank you. あれ、ブラジルでありがとうってなんて言うんだろう。全然知らんわ。なんつうんだろう、ブラジルで。ブラジルって何語？スペイン語？ブラジル語？ブラジルでありがとうってなんて言うの？全然無知だわ。ブラジル行ったことないっすね。行ってみたいんだけど。ブラジル、ポルトガル語か、ブラジル。そうなの？ポルトガル語。ポルトガル語のありがとうって何て言うんですか？ポルトガル語のありがとう。ジェラエルじゃないだろ。何て言うんだろう。ポルトガル語のありがとう。ジャンボはスワヒリ語でしょ。読めないのよ。カタカナで書いて、カタカナで。グラシアス？センキュー？グラシアス。オブリガード？スパシーバ。まあ、その辺のどれかか。オブリガード！オブリガード！あ、なんかオーバーウォッチでルシオっていうブラジルのキャラがオブリガーって言ってた気がする。
オーバーウォッチで世界の言葉を勉強してます。オブリガードのような気がするね。テンションもなんかオブリガード。アスパチャありがとうございます。10月22日はシキレベの日らしいです。2人のイラストを描いてもらえると嬉しいです。え、そうなの？シキレベの日なんで全然語呂がわからないんだけど、なんで10月22日今日10月22日かなんで今日はシキレベの日なんだ。スリム一夜書いてほしいですスリム一夜なんか何度か書いた気がするけどね。え、なんで今日シキレベの日なの全然わからない全然わかんないです。これもあれかな、なんかファンの方が作ってくれた記念日なんですかね。全然わからんですね。10月重力22日にゃんにゃん重力にゃんにゃんどういうことそれ、なんでにゃんにゃんなの。重力が10なの。え、あ、スパッチありがとうございます。来年は10月9日の天空の日、ウェンディ&シリア何かありますかね。ウェンディ&シリア、10月9日なんですか。島田先生、セレーネ書いていただけるとありが嬉しいです。セレーネって100年クエストのあいつだよね。うん、じゃあ俺、僕ね、書いたことない、書いたことないっていうか、まあ、そうですね、あんまりちゃんと書いたことないですね。そもそもなんかデザイン自体をほとんど丸投げしてるんで、一応ね、こんな感じっていう初期デザインみたいなのあるんですけど、でも ほぼほぼね、自分で書く機会はないんで、いざ書けって言われるとね、なかなか書けないかもしれないですね。あ、やば、ちょっと待って。ペンが早い。そうっすか？そうでもないっす。まあ、落書きなんでね、仕事だったらもうちょっとね、丁寧に書きますよ。時間かけて。これも落書きなんで、そんなになんか時間かけてね、やる必要もないかなと思ってるんで、まあ早く見えるかもしれないですね。実際ほんと仕事でね、使う絵とかはね、もうちょっと丁寧に描きますし、まあ普通に時間もかかりますよ。うん。この間ね、めちゃくちゃ時間かかるカラー描いて、いや本当に普通に何時間ともかかるんでね、それだと。そんなのね、配信で流すわけにもいかないので、こうキャラ単体とかのね、結構早めに終わるであろう絵を描こうかなって感じで。絵終わったらちょっとあれだね、普通に落書きしようかな。なんかみんななんかこれ描いて、これ描いてっていうんで、そういうの描いていこうかな。自分のなんかあれだよね、フェイバリットのなんか構図というか、最も早く描ける構図みたいなそんな感じな気がする。フェイバリット構図、お気に入りの。そうだね、仕事で使う絵だったらもうちょっとなんかね、構図こだわったりとか、ポーズにこだわったりとかね、いろいろすると思いますよ。これもほんと落書きなんでね、ほんとさっきからくどいけど、適当にパパパーっつって描いて、すぐ書き終わればいいなぐらいの感じで書いておきます。しかもね、若干線が汚いのも別にいいやぐらいの感じで、早く書き終わればいいやぐらいの感じかな。ついつい黙っちゃうなハルグローリーお願いします。チキレベッカお願いします。四季もどっかでおまけで書くか。そうすればなんか四季レベっぽくなるんじゃない？この絵に無理やりなんか四季を書けば。え、なんかどんなテンションでやってたっけ？それを思い出せないんだけど。なんか結構黙々と書いてたっけ？それともなんかベラベラ喋ってたっけ？
自分ではなんかペラペラ喋ってた気がするんだけどさ、その喋りだから絵描ける？なんかそんなね、喋りながらだと全然集中して描けない気がするんだけど、どんなテンションでやってたっけなぁ、思い出せないや。結構久しぶりっすよね。いや、ほんとね、忙しい時は忙しいんですよね、この職業はね。忙しくない時はそんな忙しくないんだけど。まあ、どれも、どの職業も一緒か。常に忙しいって職業もね、あるかもしれないですけど。僕の場合なんかね、YouTube 始めた時は、まあ、そんなに忙しくなくて、全然 YouTube 毎週1本ぐらいいけるわって思ってたんだけど、ここ最近ね、なんか急に忙しくなってですね、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃってね、なってるうちに、なんかもうめちゃくちゃ忙しい日々なんです、今。遊んでる暇はあるんだけど、遊んでる暇はあるんですけど、でもなんか動画を作るってなると、ね、撮影してほら、編集もやんなきゃいけないでしょ？まあ編集はあの、今他の人に頼んでたりするんですけど、動画作るのにもやっぱネタ出しから、撮影とかもね、やんなきゃいけないんで、実際なんか10分とか15分の動画作るのに、ものすごい時間かかるわけですよ。ね、なのでね、まあ、なんかサクッとなんか、できるわけではないみたいな感じですかね。なんか汚いな、線が。まあ、落書きなんで許したってください。微妙だな、まあ、いい。全部落書きっていうことで、落書きクオリティってことで、言い訳します。ここを、じゃあ式にしよう。かぼちゃ書こうと思ってるけど、無理やりこれで式レベってことにしておきます。全然こいつのせいでハロウィンっぽくなくなっちゃってる。あ、またちょっと下の方行ってたね。これはなんか僕のせいなんですよ。液タブがね、結構でかいんで、なんかね、作業しやすい下の方で作業しちゃう癖がね、あるんですよね。はい、こんなもんかな、線画は。はい。線画はこんなもん。あとでちょっと色とか塗ろうかな。さて、なんか落書きしよう、せっかくだしね。落書き配信つってね、今日始めてるんで、なんかしら落書きしよう。さてさて、どんな落書きしようかな、ちょっとコメント見よう。コメント見ますよ。はい。何？グリフ。もうなんか毎回グリフ書いてる気がするんだけど。毎回書いてる気がしますけど、まあ、ちょっとお約束なんで、じゃあ書いてみましょう。こうやって一瞬で書くのあるからね。はい。お久しぶりです、皆さん。グリフです。はい、一瞬で書くの終わります。さてさて、次はどうしようかな。マルドギールみたいで、マルドギール。覚えてるかな、マルドギール。マルドギール。覚えてるかなぁ。かなり怪しいな。すげえ三白眼だった気がするんだけど、知らなかったね。あ、違う。三白眼だったけど、眉毛が持ってたか。こんな感じじゃない。こんな感じで、ね、髪型はね、なんとなく覚えてるんですよ。この辺がこうクロスしてたような気がするんでね。で、こうなっていって、こんなんだ。いや、すげえ、うろ覚えだわ。うろ覚えです。かなり怪しいです。こんなんじゃなかったっけ？服
装とかも全然覚えてないわ、さすがに。だってもういつの話よ、これ。ポニーテールだったような気がするんだよな。これで全然違ったらウケるよね。多分こんなんでしょう。ね、こんなんだった気がする。これ何書こう。ラクサス。ラクサス。ラクサス。なんかこの間ね、僕サイン会やったんですよ。ファンミーティングっていうね、サイン会やったんですけど、2年ぶりだか3年ぶりぐらいの、なんかオフラインイベントだったんですけども、そこでもね、なんかラクサス書いてくれってのは何個か、一人だったかな、ちょっと覚えてないけど、ありましたね、ラクサスが。バルドギールはなかったな、さすがに。グリフもなかったような気がするな。あったかな、覚えてないな。グリフはなかった気がするね。あ、んでね、その、ファンミーティングのね、様子、ちょっと、撮影したんだけど、動画にするかわかんないですね。だから動画にしようと思って撮影したんですけど、いや、ちょっとね、ちょっと面白くなかったら動画にしても意味ないなと思ってるんでね、動画にするかわかんないです。ラクサスは、こうまつげがね、ピーンってなってるのと、若干の方にね、こういう、シャシャってのが入ってるんですよね。どうでもいい情報だけど。あ、スパチャありがとうございます。え、マルドギール書いてくださりありがとうございます。魔王様、冥王様かっこいいです。ありがとうございます。あ、スパチャありがとうございます。クラリスが好きです。メガネが最高です。水着姿が見て、クラリスって誰だっけ？え、クラリス誰だ、クラリス全然覚えてない。ガチで覚えてない。クラリス、そんなキャラいたっけ。クラリス誰だ。え、フェアリーテール、クラリス誰だ、全く覚えてないぞ。クラリス、クラリス覚えてない。レンズゼロです。クラリス、レンズゼロです。あ、めちゃくちゃモブキャラじゃないですか。あれだよね、あのギルドにいるメガネの子だよね。いや、さすがに覚えてないな。そうですか、はいはい、超レアキャラだよね。はい、クラリス。え、クラリス勝てるかな。めちゃくちゃモブキャラでしょ。これめちゃくちゃモブキャラなんですけど、これモデルとなった方いるんですよね。実は思い出しました、それは。はい、これね、フランスのね、出版社のね、編集の方なんですよ。うん、なんかクラリスって名前だった気がする、気がするっていうか、多分そうですね、彼女から撮った気がするので。で、とってもね、僕がフランス行った時によくしてくれて、印象深かったんですよね、当時。こんなんだよね。そうそう、こんなんだ。めちゃくちゃモブキャラですけど。で、最初からはね、この子はね、まあ一応モブキャラ扱いなんで、そんなに活躍させるつもりもなかったキャラクターなんでね。はい、まあ、こんな感じかな。はい。あ、スパチャありがとうございます。先生、ゼロの人のスパチャ見逃してるかもです。パンプキンドリーをぜひお願いします。ハロウィンが近いので。ゼロの人？どれや？あ、もう一つスパッチャありがとうございます。実は今日私の友人の結婚式の日です。そして彼女は今日この配信をリアタイすることができません。
そしてその友人はグレージュ美と息子のグレージュが好きなんですが、先生がファミリーで娘を描いたと知ってその子を見たいと言っていきます。よければ娘を描いていただくことはできますか。グレージュ美の娘そうそう、なんかね、この間ファンイベントでなんかそういうの、それ描いてくれって言われたことあるんすよ。真島先生 FT 小説版3巻トラブルツインズのヤージェットシュトラのイラストがマニアックすぎ。スパチャありがとうございます。ガジルとレビーと、みんな娘とか息子とか好きっすよねグレー、ジュビアの、グレーとジュビアの娘をなんか妄想で描いてくれって言われて、なんかファンイベントで描いた記憶はあるんだけど、どんなの描いたか全然覚えてないし、まあその場だけだと思ってたんで。グレーとジュビアの娘って言われてもね、いやいや、そんな、いないっすからね。いないっすから。想像で描きましょうか。でもまあこれもね、今回限りの、その、なんていうんですか、ジョークと言いますか、公式キャラではないので、その辺はね、ご注意ください。どんなの書いたっけなぁ。グレイとジュビアに、もしも娘がいたら、どんなんですかつって、で、なんかそれ想像で書いてください、みたいな感じの、なんかリクエストだった気がするんだけど、その人なんかツイッターとかで上げてくれてないのかなぁ。ね、そしたらわかるんだけど。どんなんだったかな、全然覚えてないや。まあでもじゃあちょっとまた、その人とは違う感じになっちゃうかもしれないですけど、なんとなくで、書きます。ジュビアになるような気がするんだよね。わかんないけどさ、なんとなく。ジュビアになった方が可愛いかなって気がする。娘って言っても何歳ぐらいの設定なのかな、わからんけどね。まあ、なんか小さい感じなのかな。髪型変えて、グレージュ美の娘ですってなんか、言い張ろうかな。ジュビアの髪型変えて。難しいよな。この辺りに登場しないキャラクターだからな。髪型どうしよう。なんかどうやってもジュビアになっちゃうんだよな。どうやって描いたんだっけな、グレージュビの娘って。髪型をグレップしてみようか。全然想像つかないわ。サイン会の時はどうやって描いたんだっけな。全然覚えてない。こんな感じで書いたっけな、なんか、くるくるみたいな感じの、初期のジュビアの、なんかくるくるみたいな、ちょっと残した感じで、なんだこれ、誰誰これ誰、はい、こんなんでいい、想像で書いた、グレートジュビアの、娘。想像で書いてくからな。公式じゃないよ。こういうこと書くとね、ちょっとまたね、ちょっとあれなのよ。公式キャラのように騒ぐ輩がいるんだけど、公式キャラじゃないので。ジョークなんでね。その辺は、ちょっとね、履き違えないでほしい。こんな感じでしょうかね。グレジュミ、想像のグレジュミ娘。こんな感じ。グレイ消えた。グレイ要素がないのか。髪の毛の色をグレーっぽくすればよかったのかな。ほぼジュビアだよね。なんだこりゃ。かわいい。ありがとうございます。かわいい。ホットアイとウォーリー兄弟いけますか。
もう全く造形覚えてないわ。全く覚えてない。はい、すいません。ツインテベンディお願いします。ツインテベンディ書きましょう。ツインテベンディ。ベンディなんか書きやすいんだよな。なんでか知らんけど。なんか多分顔のパーツの感じが書きやすいのかな、ベンディって。僕の中で。下の方で書いてるな。ちょっと大きくしよう。ちょっと大きくするとね、もうちょっとね、僕が書きづらいところがあるんだけど、大きい方が見やすいもんね。大きくしましょう。これはさすがにメインキャラだからな、忘れないよ。とかはね、ちょっと怪しいんだけど、こんなんでしょう。できた。はい、完成。バニーエルザが見たい。あんまりね、あんまりエロいの描くとね、YouTube 的にまずいんだよね。でもバニーがあるぐらいなら大丈夫なんじゃないって思うんだけど、どうなんだ、あんまり際どく書かなかったら大丈夫な気がするけどね。バニーがある、なんかすごい僕好きだと思われてんだけど、好きっすね。間違いなく可愛くないですか、バニーがある。エルザもね、バニーガール好きっていう、実は裏設定が、裏設定でもないか、本編で言ってたのがあります。まあ、どっかで話したっけ、僕ね、あのリアルなバニーガールをですね、北海道で初めて見たんですよ。北海道の繁華街で、あの夜のお店のね、呼び込みをしてるお姉さん、冬ですよ。いや、冬じゃなかった。夏か。夏です。バニーガールの姿で呼び込みしてるお姉さんを見て、初めて、東京でも見たことないのに、北海道で初めてバニーガールのお姉さん見ました。すげえ。あ、せっかくのバニーガールなのに、この部分が見えないの悲しい。またなんかあれだな、あんまりやらしいポーズを取らせるとは思うからね。ちょっと気使うね、この辺は。バニーガール、適当、まあ、落書きなんで許しちゃってください。適当ですけど、ほい、適当すぎるな。適当とは言ったけど、適当すぎる気がする。ね、マークを書いて、はい、完成。バニーガール。ミアジェット・シュトーラーのイラスト見たいって言われてんだけど、さすがに覚えてないんですよ。
ヤジェとシトラって多分ね、誰も多分わからないと思うんですよね。ちょっとマニアックすぎてね。はい、あースパーチャーありがとうございます。はい、先ほどグレージビンの娘ありがとうございました。はい、みんな娘とか息子とか好きですよね。ちなみに私は真島先生の毎週火曜日のスペースを楽しみにしているのですが、個人的には先生の過去のやらかしエピソード的なものを聞くのが面白くて好きです。体には気をつけてください。ありがとうございます。もうやらかしエピソード多いっすよ。やらかしてます、いろいろと。結構いろいろやらかしてます。最近もなんかやらかした気がするんだけどな。あんまり覚えてないけど、普段からやらかしてるんで。ありがとうございます。アイリーンお願いします。アイリーン、アイリーン、アイリーン、アイリーンは覚えてると思うけど、こいつ結構ね、作画コスト高いのよ。なんかパーツがね、結構たくさんあるんでね。あれ、集まってんでパパって書きますか。ちなみにね、アイリーンはね、顔のパーツはほぼほぼエルザと一緒です。まあ、若干ね、エルザより目をちっちゃく描くみたいなことはあるんですけども、怒り前じゃなかった。あ、うるさいな、なんだこれ。大丈夫、はい、あ、でもちょっとこの辺のパーツ覚えてない。こうなっていて、こうなっていて、あれ、あ、合ってるか。こんなんだな。この辺のパーツ全然覚えてないんだけど、なんかいっぱいなんかブワーって出てたんですよ。多分今じゃね、100年クエストの作画やってくれてる上田さんの方が僕よりね、アイリーン描くの得意な気がしますよ。はい、ドリューはクズぽよ。まあ間違いないです。はい、さてさて、ちょっと色塗っていこうかな。さっきのやつ、これに色塗っていこうかな。なんかハロウィンっぽい感じのね、イラスト描いたんで、ちょっとこれにね、色つけていこうかなと思います。パパッとね、もう時間かけずに。これもね、ほんと仕事で使う絵だったらもっとしっかりとね、がっつりと時間かけて色塗るんですけど、まあまあ落書きなんで落書きなんでそんなに気をつかなくていいかなと思っております。さあと塗っちゃいましょう。ね、投げ縄塗りでさっくりと塗っていきますよ。時間かけません。今ね、適当でいいんですよ、適当で。この日なんてね。で、こっからちょっとだけぼかしみたいなのね、入れてってなじませていく感じかな。長年のね、週刊連載で編み出しためちゃくちゃ早く塗る方法、まあ、ちょっと早すぎてさ、クオリティ面がちょっとね、怪しいとこではあるんだけどさ、
まあでもね、早い。習慣やってるとね、やっぱ早く書かなきゃいけない時って結構あるからさ。パパパパって塗っていきます。あ、そうだ、忘れてた。そうだそうだ、コメントじゃなくてあれだって、クリスタ全体 UI とかも含めて見たいって人いるんだったっけ。そっちに変えようか。ちょいちょいマッチを。え、今のかっこいい塗りみたいなのどうやってやるんだろう。ちょっと待っててね。これにしよう。よし、さっきのね、かっこいい塗りってやつはね、どれだっけ、投げ縄塗りってやつがあるんですよ。ちょっと見えづらいけど、ここに。投げ縄、ここにって言うんですけどね。まあ、この辺りのどっかにあるんだけどさ。投げ縄塗りってやつ。ここにって、これ僕ね、これクイックアクセスって言ってね、よく使うやつはまとめてあるのがこれなんだけど、まあ、どっかに投げ縄塗りってあるんですよ。どこだったっけな、これか。選択範囲って中に投げ縄塗りってやつがあるんですよ。ないね。あれ、ここじゃなかったっけ、投げ縄塗りどこにあるんだ、塗りのところでもないしな。これか、違うな。いや、わからねえどこにあるんだろう。元はどこにあったのか全然わかんないけど、まあそれは検索すれば出てくるでしょう。あ、とにかくね、この投げ縄塗りってやつがあってね、これがね、もうめちゃくちゃ見えます、ここにカーソル。これがね、こうやってカーソルでこうやってウィーンってやったところがこう濡れちゃうんですよ。めちゃくちゃ便利ですよ、これ。ウィーンって。これ書き文字みたいなのもね、こうやって書けるし。簡単に。投げ縄塗りめちゃくちゃ便利です。なんか複雑なね、形とかは難しいんだけど、でもこれぐらいだったら、フェアリーテールのマークとかだったらいけるんじゃない？ね、こんな感じで。これがね、投げ縄塗りなんです、ね。めちゃくちゃ便利なんです。絵を描く人はね、覚えておくといいと思いますよ。なんかこれ毎回言ってる気がするの。投げ縄塗り便利だよって。いやでも本当に便利ツール。塗りつぶしと同じぐらい便利な気がするね。いろんな場面で使えるし。投げ縄塗りで、なんかざっくりと影を決めてから、で、その後にね、今やってるみたいな感じで、ちょっと濃淡つけていくみたいな塗りが、僕はね、早くてね、好きっすね。なんか過去のね、経験上、これがなんか一番早く塗れる気がする。他にもね、なんか全部の色、塗っちゃってから、定山で影つけるっていうのもめちゃくちゃ早いんだけどね。それも今度やろうか。そっちの方がね、実はめちゃくちゃ早いんですよ。そっちの方が早いんだけど、まあでも僕ね、この塗り方が好きなんで、この塗り方で塗っております。で、これを塗り終わったら、もう僕ね、これすぐね、統合しちゃうんですよ。今ね、ほら、こっちの、これが、肌の地のレイヤーで、こっちが影なんだけど、これ消すとこんな感じね。これでもね、僕すぐ統合しちゃうんですよ。これが線が。これがさっきの下書きね。次々統合してっちゃうんですよね。めんどくさいから。なんか、いっぱいレイヤーが溜まるのが好きじゃなくて、すぐ統合しちゃう派です。で、次は目を塗って、こんな色じゃなかったな。こんな色じゃなかったな。こっちか。あとね、よく使うツールを、そのショートカットに登録して、それもね、左手デバイスでね、切り替えて、サクサク塗ってます。
なんかカチ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 ってさっきから聞こえると思うんだけど、これ実はね、あのマウスのクリック音じゃなくて、あの左手デバイスのカチ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 って音が、左手デバイスを動かしてる音ですね。はい、もうすぐ統合しちゃう。めんどくさい、溜まってるのがめんどくさい人です。このすぐ統合してしまう。なんか欠けがめちゃくちゃ多いけど、まあまあ楽な日なんでいいでしょう。仕事だったらね、めっちゃこういう賭け気になるんで。よし、じゃあ髪塗ろう。髪も、薄い髪の人はね、最初になんか強い色でバーって塗っちゃいますね。まあ、これは本当に賭けが出ないようになんだけど、先になんか強い色でブワーって塗っちゃってから、あとで色変える感じかな。薄い色でね、先に塗っちゃうとさ、欠けてる部分が目立たなくて気づかないことが多いんですよ。あ、ここでもね、さっきの投げ縄塗りが、いいっすよ。こんな感じで。こういうね、欠けてる部分をね、投げ縄塗りでね、潰していくんですよ。これがめっちゃ早い。なんか落書き配信とか言いながら、お絵描き講座みたいになってるんですけど。投げ縄塗り超便利だね。これとバーってね、一瞬でじりつぶせるからね、こういう細かいところ。なんかね、噂によるともうちょっとこういうのを簡単に塗りつぶせるツールがあるらしいんだけど、ちょっとね、知らないんで、僕このやり方でずっとやってるんで、今でもこのやり方でやってます。はい。これでも十分早いかなと思ってるんで、大丈夫でしょう。で、まあね、こんな感じで色塗り終わったら、こいつを、キャラクターのね、髪の色にしますと。で、そこから、影を入れていきます。これもね、投げ縄塗りでね、ざっくりと。まずはざっくりとね、影を入れていきます。コメント読んで忘れてた。レイヤーを統合したらもう戻せないんですかね。あー、そうっすね。基本的には一回統合したら戻せないですね。まあだから、統合しない派の人もいるみたいですよ。結構、最後の最後まで統合しないで、最後の最後で統合するって人もいるみたいね。僕もね、めんどくさいから全部統合するって言ってるけど、肌と、髪の毛と服とか背景とかは最後の最後まで分けておきますね。で、最後に統合する感じです。まあ、そもそもデータとして、まあ、提出するときには統合したデータをね、提出するんで。でも後で直したいなってときに、そのレイヤーが分かれてるとね、直しやすいっていう利点はありますね。たださ、レイヤーってすごい便利だからさ、結構際限なくレイヤー増えていっちゃうんですよ。あんまりなんかその統合しないでほっとくとね。それでなんか、このレイヤー、あ、この色直したいんだけど、どこのレイヤーだろうってなんか後で探すのが結構めんどくさかったりして、まあ、だからある程度ね、自分でこれぐらいなら、まあ管理できるだろうっていう数のレイヤー数までなんか絞り込む感じかな。で、なんかね、僕が、長年やってて、自分の中で、まあ、これぐらいのレイヤー数だったら、管理しやすいなってのが、その肌と髪の毛と、服と背景みたいな感じかな。で、中にはさ、もう目とかだけでも何レイヤーも使う人いるもんね。
まあ、プロのイラストレーターさんとかね。うん。いや、すごいなと思う。僕、それできないです、逆に。なんか、管理できなくなっちゃって。こんな感じかな。ちょいピンクを入れて、へばりも入れて、最近のね、僕の流行り、テカリをなんか変な色で入れるの結構流行りっちゃ流行りなんだけどね。白で入れちゃった。最近の流行りはなんかピンクとかね、緑とかね、変なテカリの色入れるの結構僕の中で流行ってんすよね。で、そこにこう白を入れるみたいな。ピンクを入れてから白とかね。黄緑。緑じゃないかな、緑っぽい照り返しの光とかね、入れるの最近の自分の中の流行り。さあ、こっからどうしよう。なんかハロウィンっぽい衣装にしたいね。衣装、色、まあ、オレンジとか紫でしょう。オレンジとか紫で塗るとそれっぽくなるかな。まあ、それっぽくなるね。で、オレンジとか入れようか。オレンジ。よし、十分持ちますね。オレンジ入れて。他になんかハロウィンっぽい色だったっけな、色。で、なんか知らんけど、式がくっついてるんで、式の髪の毛を、よし、こんなもんかな。これでサクッと影入れちゃおう。もうね、服はねめんどくさいからね、定山っていうもので入れちゃいます。一括で。これも厳密にはね、まあ、ちゃんとやった方が綺麗にはなると思うんだけど、もうめんどくさいんで落書きだしね、定山でいいかな。まあ仕事でもこの定山って使うんですけどね。早いんですよ、この定山というね、塗り方がめちゃくちゃ。もう結構それっぽい感じになったんじゃない？これでちょっとだけこう馴染ませて、なんかめっちゃ家計あるな恥ずかしいんだけど、まあまあまあ、あとでいくらでも潰せるんで、はい、家計が多くてね、すげえ恥ずかしいんだけどさ、まあいくらでも潰せるからいいや。はい、こうやってちょっとだけなじませて、あんまりね、なんかなじませすぎるのも好きじゃないんで、たまにはね、カキッとした境界線を作りつつ、なじませるところはなじませるみたいな感じかな。ほい。なんでいいんじゃない？うん。
で、白いところを塗って、白いところを塗って、で、さらに、刷毛をね、馴染ませて、刷毛を潰していきます。恥ずかしいんで、刷毛を潰していきます。よし、完成できましたー。あ、いや、できてないですよ。ちょっと嘘つきます。ハイライト入ってなかった。ハイライトを入れます。ハイライトは、スクリーンとかでいいかな。こんな感じで。本当はなんかあれだね、キャラの線、キャラの線も、もうちょっと色、黒じゃなくてもいいような気がするな。うん、まあでもいいか、これで。よし、できた。完成でーす。はい。もうちょっと背景もハロウィンっぽい感じにしたいな。完成とか言いつつ。なんかハロウィンもそれっぽい感じにしたいな。臭い時はもうベタで塗りつぶす。ベタで塗りつぶしてハロウィンっぽさを無理やり演出する。超高速塗り、高速ハロウィン。クオリティとか知らないっす。クオリティとか知らないっす、そんなの。はい、もうそれっぽいじゃん。早すぎやろって。いや、適当だからよ。適当だから早いのよ。当たり前だけどさ。こんなの、真剣に返したらめちゃくちゃ時間かかるからね、背景とか。適当だから早いんすよ。はい、もうこれで。ハロウィン完成、ありがとうございました。かわいい、ありがとうございます。はーい。適当に見えない。プロの技だなって。いや、プロの技はもっとすごいのよ、実は。これはちょっと適当の技なんでね。はい、かわいい、ありがとうございます。さあさあ、なんか落書きしようか、まだちょっと時間が。まだまだあれなんだけど、ね、もう1時間も経ったのか。え、1時間もかかったの、こんな適当な絵で。ちょっとかかりすぎですね。いやいやいや、早い。自分でも早いとは思ったんだけど、1時間かかってんのか。そんな早くねえじゃん。そんな、なんか、こんな1時間もかけるクオリティじゃない気がするけど。はい。ちょっとテカリ入れ忘れた。顔にね。はい。こんな感じで。でもちょっとハロウィンっぽさはね、出てていいんじゃない？サインも入れよう、それっぽく。自分のサイン。今日の日付、違う、10月22の2022。ほい。ほい。はい、完成。今度こそ完成。いや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 。ね。1時間もかかっちゃったか。こんな適当な絵にね。さあ、なんか落書きしようかな。もうちょっとだけ。ね、せっかなんかあれ書いてくれ、これ書いてくれって結構
来てるんでね、なんか落書きしようかな。さて、何か落書きするぞ。何書くよ。ちょっと待ってね、読めない。ちょっと待ってください。何書こうかな。アスパッチありがとうございます。マスターゼロお願いします。マスターゼロ。あ、なんかこれもファンミーティングで書いた気がするな。マスターゼロ。マスターゼロ。何で書こう。筆ペンで書こうかな。筆ペン。筆ペンで書こう。マスターゼロ。覚えてる人いるかな？なんかすげえね、マスターゼロのファンの人がいて、だってスパチャくれた人もその人なのかな？わからんけど。すごいマスターゼロ、こんなレアキャラのね、ファンがいてですね。と、再登場させてください、みたいなこと言ってたけど、さすがにこいつは再登場ないでしょう。ねえ。あんまり動いてないこの間書いたばっかなのにさすがにあんまり動いてない。こんなんこうだ、こんなんでしょ。これでも色も入れなきゃわかんねえな。 目が赤いんですよね目が充血してるんですよ多分。どんなんだろう。これ入れないと多分わかんないよね。で、ちょっと朝黒いね。なんだこの線。ちょっと朝黒いです。違かったっけ？なんであった？髪の毛の色何色だったかな？なんか紫っぽい白だったような気がするんだけど。はい、超レアキャラです。ほんと、超レアキャラ。あ、服の色とかはさすがに動いてないわ。はい、超レアキャラ出来上がりました。アスパチありがとうございます。レイブの歌をお願いします。覚えてないです。すいません。歌ってキャラがいたのは覚えてんだけど、全然ビジュアル覚えてない。ロン毛だったってことぐらいしか。そうだ。そうだ、そうだ。思い出したぞ。永遠の歌。なんとなく覚えてんだよね。アスパチありがとうございます。前回は夏と四季の飲み会だった。今回はルーシーとレベッカのパジャマパーティーはどうでしょうか。ルーシーとレベッカのパジャマパーティー。落書きで書くようなカロリーじゃないんだけどさっきレベッカ書いたからルーシー書こうかな。ルーシーパジャマ姿とか めったにないよね。ね、レベッカもルーシーもね、顔はほぼほぼ似たようなもんなんだけど、若干自分の中ではもうちゃんと違いがあるっていうか、書き分けがあるっちゃあるんだけど。ルーシーはね、まつげが多いんですよ。上まつげが結構ブワーってなってるんですよね。本当に微妙な書き分け。まだにね、なんかこう、髪の毛の分け目をね、ルーシーとレベッカでごっちゃになる時があるんだ。やばい、カールするかしないかもごっちゃになるな。レベッカはじゃないや、ルーシーはカールしないんだよね。ストレートヘア。パジャマ。え、最近の若い子はどんなパジャマ着てるかわからんな。なんかすごいテンプレなパジャマになりそう。
パジャマだから、こう言ってない方がいいのか。パジャマなんか着た記憶ないからな、ほぼほぼ。ほぼほぼっていうかないな、ほぼ。ガキの頃着てたような気もしなくもないけど。いや、着てなかったからな。なんか T シャツとかで寝てた気がすんな、ランニングとか。今でもパジャマなんか着ないしね。ほぼほぼ T シャツでとかで寝てるからな。口が変。よく言う。目も変。あれ全然口が書けなくなった。口が変。パジャマっぽい感じ。パジャマっぽい感じのルーシーです。リンゴマークも書いておこう。はい、完成。リンゴマーク、未だにね覚えてますよ、ね、ちなみにエデンズゼロのマークは未だに書けません。書き慣れてないっすね。はい、これがよくね、作中最もよく忘れるギルドマークです。はい、さあ何書こうかな。パジャマルーシーかわいい、ありがとう。ガジェル書いてほしいです。ガジェル、ガジルも結構描きやすいキャラなんですよね。なんだろうね、パーツが描きやすいのかな。ちょっとゼロでかすぎ。はい、はい、ちっちゃくします。ガジルなんかね、パーツが描きやすいんだよね。何かがあるんだろうな。あれ、前でやったっけ、こいつ。やばい、そんなこと覚えてないわ。前でやったっけ。前でやったっけ、こいつ。なかったような気がするんだよな。こんなんじゃなかったっけ。書きやすいとか言いながら全然、なんか前でやったかどうかが覚えてないわ。眉毛なかったような気がするんだけどな。合ってるよね、こんな感じだよね、ガジェルって。こんな感じだよな。はい、できた。ガジル様、合ってます？合ってますよって、合ってます、よかった。はい、こんな感じです。さてさて、ずっとね、やってるあれです。そう、忘れてた。アイコン企画ってやってるんですよ、僕。皆さんの、SNS のアイコンを書きますよっていう企画をやっていてですね、まあ商用利用とかしない限りは、もう全然自由に SNS のアイコンとかで使ってくださいっていうね、企画やって、まあ、好きなね、アイコン書きますよって企画やってるんですけども、今回はちょっとやろうかなと思ってたんだけど、結構ね、過去のやつ埋もれちゃってて、うん、なんかね、最近送ってくれた人と過去に送ってくれた人で、だいぶちょっとね、埋まっちゃっててですね、ちょっとなんかあれかな、不公平かなと思ったんで、ちょっとね、前から言ってるんだけど、
ちゃんとしたあの募集フォームを作って、で、募集して、抽選でやっていこうかなってね、思っております。なので、ちょっとね、この企画しばらく待ってください。はい。そんなわけでございます。なんかね、今回はこんな感じかな。まだ仕事終わってないからな、俺実は。この後仕事やんなきゃいかんのよ。はいはい。今日この辺にしとこうかな。ちょっと待ってくださいね。こんなもんかな、今回は。というわけでね、今回はこの辺にしておきましょう。そして、来週なんですけども、来週の10月27日、木曜日だったかな。木曜日。これなんかジェラエル、ジェラエルの日らしいんですよ。ジェラエルの日。はい、こちら。10月27日ジェラエル配信やりたいと思っております。でね、ナッツルーの日とかグレジョビの日とかね、やってきたんだけど、今回のこのジェラエルの日もですね、このジェラールと、エルザの2人の、皆さんのファンアート募集します。でね、そのファンアートを、配信でこう発表したりとかしたいと思うので、ぜひぜひファンアート送ってください。僕のね、DM まで送ってください。よろしくお願いします。なんかもう近いんだけど、10月27日、来週だよね。来週の木曜日。木曜日、めっちゃ原稿やってる日なんだけどな。まあまあ時間取りましょう。これね、結構 JR とエルザファンからやってくださいって要望多かったんでね、やります。はい、というわけでね、今回はこの辺で、お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあね、バイバイ。